Hello everybody, long time no see, I'm Raikiney. Raikiney! どうも、Raikiney です。ムーさんです。ムーです。初出演？え？初じゃない？意外と初めてじゃないか。あ、多分。多分 YouTube 初めてじゃない？あ、YouTube？ 多分。あれじゃないですか。相模原の、あの、王道のバスケの。そうだ。ほんの少しだけ出演したわ。ムーは、柔道のスペシャリストということで、まあ、Raikineyも、柔道の方にめちゃめちゃ指導していて、柔道メインの、でも他のスポーツもできる感じやね。だからまあちょっと今日は2人でこの南海工業株式会社さんの方に来年2人でやっていきたいと思います。まさからなんで、ね、頑張って頑張るまあでもやっぱ朝から元気出していかないとな。まあ、なんかこんな感じでラジオ体操の代わりに来期でどんどん導入してるので、もし興味があるあの会社さんいたら連絡をお願いします。仕事くださいじゃあ行きましょう行きましょう行きましょう。お願いします。お願いします。ライキネイ、じゃあ4つの動きを今から皆さんに覚えていただきます。俺は朝からこんなの覚えさせないと思うかもしれないですが、ちょっとご協力お願いします。では、今からメトロノームというカチッカチッカチッといったような音が鳴るようなものを流していきます。こんな感じです。こんな感じですね。僕がせーのって言ったら1,2,3,4 というふうに数字を言っていきます。今から4つの動きを頭の中で記憶して運動を行ってもらいます。では、まず記憶する時間です。こんな感じで動きます。いきます。せーので、必ず右側から動かしてください。頭をガンガン使っていただきます。質問ある方いらっしゃいますか？大丈夫ですか？失敗は悪くないです。先生、ではまずレベル1いきます。いきますよ。せーの、はい、1,2,3,4,5,6,7,8 OK です。 OK です。さすが、さすが大ちゃん、これさすがです。ただ、皆さんまだこれレベル1で小学生がやっているような運動であります。皆さん大人なのでもうちょっと増やしていきますね。今、全部で2つの動きを組み合わせて2回連続で行っていただいたんですが、次、今手と足を動かしました。次は首を軽く動かしていただきます。首の運動を行っていきます。で、急に動かすと大変なことになると思いますので、ゆっくり動かして大丈夫です。全部で3つの運動を連続して行うので、2回連続で行うと12回行います。ちょっと大変です。これラストにしましょう。これラストにしましょう。12回いきますね。いきますよ。せーの、はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 OK です。そうです。結構できますね。結構できますね。これなかなかできないと思うんですが、ちなみにこれできたよって方いらっしゃいますか？今見てると結構多分できたと思います。ワイキネイでこれをやっていただきます。先生、前々回ですね、1ヶ月ぐらい前にやったものなので、おそらくできると思うんですが、ですが、ではあ、今日はお久しぶりです。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 2人1組で、だいたいでもだいたい1メートル離れて向かい合ってください。そして、あ、すいません。では、お手玉投げる人とキャッチする人に分かれます。なので、ちょっと意地悪をすると、右手で投げて右側の方に投げるとキャッチしやすいんですが、わざと左側に投げちゃいけないとか、その場合無意識的に左手が出やすいので、ここはうまく切り替えて右手で大丈夫ですね。ではやってみましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。やってみましょう。どんどん足まだ使わないです。足使わないです。大丈夫ですね。手によって変更してください。まだ簡単で、あ、いいですね。さすが、めちゃめちゃいい感じですね。よー、ナイスナイス、素晴らしい。大丈夫ですね。大丈夫ですね。 OK です。はいですね。OK です。ストップです。ありがとうございます。かなり成長してます。レベルを上げていきます。お願いします。
では問題です。投げたらこうですね、お互いに投げ合ってやってみてください。ではやってみましょう。佐藤どんどん前に進む。俺に見るのは次のステップに進むので、ちょっと頑張ってやってください。はい、いいですね、いいですね。さすが。ああ、いいですね、さすが、さすが、素晴らしい。メニューが多いですね。ラスト1個だけいきましょう。ラスト1個です。今皆さんは投げられた方向によって反応してキャッチしてもらいました。で、今度は耳を使っていただきたいんです。いやいや、どういうことだよと思うんですが、もう一回でもお願いします。でですね、投げるときに足を動かさなくて大丈夫です。ただ投げる人は耳を使ってください。今度は、今までは目で情報を捉えて体を動かしてきました。今度は耳で聞いて体を動かしてください。足は動かさなくて大丈夫です。できそうであれば次回レベルアップしておきます。少しずつ皆さんの脳を活性化していきますので、ではやってみましょう。ありがとうございます。ラストです。いいですね、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 ナイスです、ナイスです。ナイスです、ナイスです。あー、惜しい、惜しい。まあ、いいですよ。あと20秒いきましょう。あと20秒素早く反応、素早く反応。いきましょう。